今日もお疲れ様でした。キャラです。今回はゾンビグトラップを作っていこうと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、ということでゾンビグトラップですよ。やっと経験値をもらえる時代が来ますよ。ということで、材料はだいたい準備をしたはず。ということで、まずは、岩盤上に行こうと思います。行ってきます。頑張ります。さあ、またガストがいるけれども。ちょっと邪魔されないところから行こうかな。ここから上行けるかな。よいしょ。から行けばいいかな。今があねえ、何したの？ねえ待って、ダメだって、そんなことしちゃ、上に気を取られておりました。私の装備を返して、ちょっと待って、待ってね、今の爆破はダメだって。ブロック、爆破はダメ、それはダメだって。ねえ、なくなってない？装備燃えてないかな？いや、何やってんだろう。ダメだって、爆破は。なんで一気に装備してるよね。なんか怒られてる感じだったけど大丈夫かな。装備返して、いろいろ返して、そして私の大事なエリトラがちゃんとあるかな。エリトラも返して、もう数がないんだよエリトラ。どう考えても全部自分のせいだったけどね、今ね。待って、エリトラないよ。待って。本当に？これ違う。待って、エリトラね、1個しかないのにね。1個じゃない、2個しかないのに。残り1個になったけど。いや、私何やってんのどうしようか。ないよ。いやー、待って。スニーク速度上昇あるけどさ、強い弓もあるけどさ、ツルハシなくなったでしょ。ねえ、ダメージがでかい。ねえ、やらかしたー。しょぼーんやったな。間違えたな。なんでアイテム欄にベッド置いちゃったかな。はあ。もうやったよ。ちょっともう一回準備し直してきます。行ってきます。違うね、動揺したって。ダメだよ、ベッドなんて持ってちゃう。エンダーチェストもないでしょ。エンダーチェストもなくなったあるけども、シルクタッチ、シルクタッチないな。シルクタッチはついてないとダメだよね。経験値6、6はつかなくない？で、あと待って。あと、エンダーパールでしょ。ねえ、何が入ってたっけな、持ってたの。あ、いやでも持ってたのないか。これ、準備したやつはちゃんと入ってる。よかった。入れといてよかった。やっぱりちゃんとエンダーチェストにしまうのは大事。なので、あ、黒曜石がない。黒曜石がなくなったのね。それはまあいい。あと、ガラス持ってたのがなくなったでしょ。ガラス持ってたのがなくなって、エリトラ。ねえ、エリトラ1個しかないんだけど、どうしようか。取りに行かなきゃね。先に取ってきた方がいいか迷うけどね。耐久もない、耐久もないよ。まあでもそんなには使わない。いや、今回でもエリトラそんなに使わないよね。上まで登ってだから。エンダーチェスト持ってシルクタッチついてたら問題ないよね。くーねえ、早いよ、エリトラなくすの。早すぎだよ。取ってまだ数話だよ、数話。やったな。あ、ここに入ってないかな。ツルハシ、あ、入ってないや。ないよ。シルクタッチつけなきゃないや。でもシルクタッチはもらってきとこ。エリトラついてないんだった。最近ある生活になってたからな。で、経験値が足りなかったらちょうど雨が降ってるから。釣り竿じゃない。釣りして経験値もらってこよう。あ、4レベルでいけた。壊れた。よし、これ。で、ゲート開けるでしょ、これで。ゲートが開ける。エンダーパールで上に登れるでしょ。エンダーパールと、このはしごで登れるでしょ。金装備つけてるし、ブロック持った。これでまずはいけるかな。さあ、今度こそ上まで行きたい。このまま上がってこう。もう今回は爆発するもの持ってないからね、大丈夫。そうそうやらないよね。あれはびっくりしたな。ドカーンって言ったもんだって。あれこれかな。これいけそうじゃない？125？ あ、でも126か、これが。これでいけるかな。待って。一旦ちゃんとエリトラしまおうか。エリトラはしまっていこうか。他の装備も入れておこうかな。これでいけるんじゃない？あれ、ここだよね。125、125合ってる？126な気もするけど。行ってみようかな。あ、来たのに。いけた。あ、もうダメだ、戻ってきちゃう。あ、待った。あー。よかった、入れといて。入れといて正解だった、今のは。今のは入れといてよかった。やったな、やっぱり。さあ、もう一回行こう。いや、でもあそこで合ってた。合っていたから、ハッピーグリーンに怒られる前に行きたい。危ないって。待って、許して。お願い許して。怖い。ああ、怖かった。さあ、私のいろいろは残っているんでしょうか。ねえ、返して。ないの？ダメな日？そうなのね。エダパール持っていかなきゃダメだった。いやー。もうひどい。本当に。だあった。さあ、今度こそ、待って、またやったよね。ねえ、そうだよ、ダメだって。よし、今度こそ行きましょう。せーの、いけて。ね、これどうしたらいい？ダメだった。あれ？待ってね、しかもさ、今さ、見た感じ、私のアイテム消えてない？なかったよ、今。あれ、うまくいかないね。あー、ダメだ、また来た。危なかったー。待って、うまく出れないんだけど。あー、びっくりした。怖い。ハート1だったよ。よかった、戻ってこれて。今どうしたらいいの？もう怖いよ。さあ、今度こそ。痛い。うまくいけない。あれ？危ない。端っこを狙わなきゃやっぱダメだ。あれ？ふにゃふにゃしちゃうよね。あともうちょっと。がいけない。そろそろ1回でいけてもよくない？いけた。あー、こうすればよかったんじゃない？もう一個投げればよかった。よし、ここで、ここがそうだね、ウエスティスだからここに作れば OK なので、ウエスティスここ結構広いんだよね多分ね。うん大丈夫そう。ここに作っちゃって良さそうかな。こっち側に少しだけ動こうかな。で上でゲートを作ろうかな。ね、待機場所にゲートあった方が楽だよね。便利だよね。いやー、ここに来るまでがすごい長かったな。大変だったな。もう本当に。で、ここで落ちたら大変なことになるので、早めに作りましょう、ゲートを。よし、じゃあ頑張って作っていきましょう。去年はねこれ経験値取れないタイプを作っていたので、今回はね経験値が取れるやつが作りたいんですよね。そうあとね去年作ったウィザスケトラップ、あれとなんか同じような同じ形のゾンピグトラップもあるらしいんですよね。それもちょっとね今度作ってみたい気もしますよね。あなんか近くない？あダメだって。ああまた。ねえなんで当たらないよね。ダメだって。あ、待って。やだ。え、なんで当たんないの？待って。もう。ねえ、なんで当たんないのあれ。ねえ、やだ。ダメだって。え、待って。何がいる？あれあるかな。しかもだいぶ壊されたよねあれ絶対。ねえなんで当たらなかったんだと思う。あもう違う。なんで当たらなかったかな。そんな高いとこにいたのかなそれか。いや当たりそうだったけどな。ねえまだいる。回収したい。あれね弓持ってないの私。またどこだ？ここらへん。待って。ちょっと待って。装備は？待った。装備全部したもしかして。よし下下がりましょう。あるといいな。全部消えてたら困るね。ある。なんか散らばってるいっぱい。さあ何がある？あなんかだいぶありそうだよ。弓、レギンス、斧。いいんでしょう。持てなくなった。これは？これ何？ご飯。ねえ、待って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 ね。ねえ、エリトラなくなってるね。なんでピンポイントでエリトラだけないの？ちょっと待って、もう一回上行こう、上行こう。あ、上行けない、行け。待って。ねえ、どうするねえ。エリトラ。なんでエリトラだけないの？それはないよ。エリトラ、僕のエリトラを返して。ねえ、最後の1枚だよね、あれ。どうしたらいい、あれ。もう一回ちょっと上行こう。もうガストのバカー、もうやだー、助けて。あれー、ねえ、なんでエリトラだけなくなるの？ピンポイントすぎない？エリトラ、私のエリトラ。あ、こうしたこうしちゃった。ちょっと待って、あとでちゃんと修復しよう。ねえねえ、もうやだ、もう消えちゃう。5分経っちゃう。早く行こう。余計な塔がいっぱい立ったな余計な塔立ってるな。ダメだって今は。ダメ。今は君じゃないんだ。ねえ、壊れるからやだ、もう。いやね、エリトラだけほんと綺麗に消えてるんだけど、ありえなくない？ねえ、やめてください君はいいよね。嘘でしょ？あのガストどうしようか。あ、エンダーチェストが入ってる。え、ねえ、この中に入ってるってことはない気がする。けど、せーの。ないよ、やっぱり。ないの？もう。わかった。ねえ、またエリトラなしの生活は厳しいよ。落ちないように。置いといてあのガスト、ニックキガストがもうもうどうしようか。お、びっくりした。どうしようかな。いや、でもこれちゃんともうガスト湧かないようにハーフブロック敷きながら行くのがいいかな。ただね、今出てるのどうする？あのガストどうしよっか。そこが一番の問題じゃないかな、多分。で、ガストが怖い。ガストを湧かないようにしてから作りましょうか。こっから上がればいいかな。さあ、ガストの声が止んでるので、今の間に行きたい。で、ガストの湧き潰しをする。で、下付けハーフブロックでいいでしょ。なんで今ちゃんとシフトしてたよね。もうねえ、死にすぎだってもうさね、お腹いっぱいだよ、もう僕はいや、また下まで行かなきゃいけないんだよ、あれ待って待って、もうまた泳いでいこう。もうあれ、今シフトしてたと思ったのにな。おかしいな。ねえ、襟取らないから下まで行くのも大変なのにねいや、不便な生活に逆戻りしちゃった。これ完成をさ、後回しにしてエリトラ取るべきかな。もうそんな気もするよね。ねえ、最後まで無事にこれ完成できるのかな。もう不安になってきたよもう不安でしかないよ。大丈夫かな。いやー、いろいろあるな。いろいろあるね。やるね、やっぱりね。やらかすよね。ダメだって。あー、やったね。え、待って待ってねえ、これどうしたらいい？あーねえ、どうしたらいい？これ終わんないよ、これ絶対。一回死ぬしかない。あ、にゃー、あー、もうカストのバカー。もうダメだって、はあ、ガスト怖い、ガスト怖い、ガスト怖い。もうやだやだ。でもスニークから手が離せない状況で一旦ここ取る。で、この子たちをどうにか、ちょっと落ちてもらって、うん、ありがとうありがとう。ちょっとご協力をお願いします、お願いします。怖いなあ、もう。はい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 、お願いします。ちょっと協力してね。アイアンゴーレムさん召喚したいから、この子たちいるとね、危ないんですよね。さあ、ここまでできたので、さあアイアンゴーレムさん大丈夫かな。あー、違う、かぶっちゃった違った。で、ここまでできたでしょ。さあ、アイアンゴーレムさん入るかな、大丈夫かな。OK、来た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 。できたよできたよ。よし、これであとあとはこのトラップドアのところにもハーフブロックで、ここに仮ブロックを置いて、ここ、よいしょ。でブロック壊して、でここに亀の卵設置するんだけど、その前にこの内側にフェイスを、あ、その前にフェイスを置く前に名前、よし、今回忘れない。あ、違うとこつけた。であとはここ、違う、もう一個もう一個上、もう一個上、ここでしょ。よいしょ。さあ、これでじゃあちょっと亀の卵置いてみましょう。いきますよ。帰れるかわかんないけど、よし、せーのー、えい。でですよ。でこれを壊す。あ、待ってね、この子大丈夫？え、待って、ちょっと待って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 、ん？待って待って、ちょいストップ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 、ちょっと待ってもらっていいですかね。ゴーレムさん死んじゃったよ。ちょっと待って、どうして？なんとかここまでできたんですけれど、アイアンゴーレムさんがねやられちゃうんだよね。ということで、わかりません、わかりません。誰かわかる方いたら教えてください。あー、しょんぼり経験しとれないよ。でも何回か呼んで、ね、その間ちょっと経験値は取れるけれども、ね、一気に23まで上がっているので、取れるけど、ゴーレムさん困った。あー、誰か助けて。ねえ、エリトラ全滅したのに経験値が取れなくなっちゃった。困った。ということで今回は、いろいろありすぎましたけれども、こんなところで終わろうかと思います。次回は歩いてエリトラ取りに行きたいと思います。次回怖い。早くね見つかるといいですけれど、頑張っていこうと思います。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。